ナルト。おい、こっちだ、ナルト。そうか、俺ってばもう。そろそろ最後の時が来たようだ。ひまわりやひなたに別れを言えなかったのは残念だけどな。でもよ、ボルトとカワキ、本当の兄弟みてえだな。俺も昔は兄弟がいたらなって思ったこともあったけどよ、俺のそばにはお前がいてくれた。何感傷に浸ってんだ。お前らしくない。人間ってやつは美獣のの持つ力にしか興味がねえ。だがな、お前だけは違った。お前だけはわしら美獣のことを名前で呼んでくれたんだ。わしは憎しみの塊だった。クラマが名前を教えてくれた時のことはよ、よーく覚えてるさ。あの時は本当に嬉しかったな。最後にわしとお前であの大つつきに一泡吹かせてやれた。あの世って場所でも一緒にやっていこうぜ。ナルトよ、お前勘違いしてないか。あ、何言ってる。もしかして。そういうめんどくせえ野郎だよお前は。お別れだ、ナルト。ちょっと待て、クラマ。お前、代償はわしの命だ。そろそろお呼びのようだ。わしはもう行くが、気ぃつけろよ。無茶してるとあっという間にこっち側へ仲間入りだぜ。クラマ、行かないでくれ。それまでの間せいぜい達者でな、ナルト。失敗かけちゃえよ、バカ親父。